が的中した芸能人10選。皆さん、こんにちは。占い師による芸能人の未来予言は常に注目の的です。え、本当に当たるの？と思われている方も多いかもしれません。しかしながら、テレビなどで活躍する芸能人が、その予言通りになってしまったということが、たびたび起きています。そこで今回は占いが的中してしまった芸能人を、10人ご紹介します。どうぞご覧ください。水野美紀さん。女優の水野美紀さんは、突然ですが占ってもいいですか？という番組の MC を務めています。水野さんは2016年、携帯占いサイト、星ひとみ幸せの天照術を利用したところ、決断の年になると告げられ、速やかに結婚をするよう勧められました。この予言に従い、水野さんは同じ年に、俳優の唐橋充さんと結婚しました。2020年、番組が開始した際には、水野さんはこの体験について語り、決断の年の予言が的中したことを公表しています。しかしながら、決断の年というのは、星さんのオリジナルの占いによって導き出された概念です。水野さんだけでなく、北川景子さん、大悟さん、片岡愛之助さん、藤原紀香さん、賀来賢人さん、榮倉奈々さんなど、多くの芸能人が決断の年に結婚し、たくさんの芸能人カップルが生まれています。永山絢斗さん、俳優の永山絢斗さんは、2023年4月に、占い師の星ひとみさんに占ってもらった際に、女運について心配されました。星さんからは、選ぶ女性次第で逮捕されるかもしれない裁判の星が見える、との予言を受けました。そして、この放送から約2ヶ月後の6月に、永山さんは大麻大量所持の疑いで逮捕されました。逮捕当時のニュースによると、永山さんと深い関係にあった女性からの大きな情報が警察に提供され、この女性による情報漏洩が、逮捕の直接のきっかけであることが明らかになりました。手越祐也さん、バラエティ番組、イッテ Q で、出演者の運勢ランキングを占ってもらったところ、手越祐也さんについて、彼はあまり良くないお金の使い道をしているようだ。エネルギーをお酒や遊びにしか使っていない。このままでは社会のルールに違反するかもしれない、と警告されました。どうしたらいいの？と質問すると、占い師は、じっとしているべきと答えました。しかし、手越さんは、新型コロナウイルスの感染拡大時の緊急事態宣言中に外出し、飲み会に参加していたことが週刊文春に報道されました。2020年4月下旬には女性と共に飲酒をしていたこと、5月23日未明にも飲み会に参加していたことを認めています。これらの行動が影響し、後にジャニーズ事務所を退所したことが知られています。有村架純さん、女優の有村架純さんは番組で星ひとみさんに、2022年11月頃占ってもらった際、2023年の夏頃には結婚のチャンスがあり、27歳からずっとそばにいてくれる、29歳運命のパートナーが現れる可能性があると言われました。さらに、年下の人にも興味を持つことで、幸運が広がるとのアドバイスを受け、ラッキーカラーは黄色とゴールドと指摘されていました。この予言を受けて、2023年12月には有村さんが、6歳年下のキンプリの高橋海人さんと交際しているという熱愛報道が出ました。2人は有村さんが27歳の時から付き合っていたことが明らかになり、高橋さんのメンバーカラーがひまわりイエローであることから、星さんの指摘したラッキーカラーとも合致していると言われています。この報道には高橋さんのファンから激しい反応があり、ネット上では炎上してしまいました。三浦春馬さん、俳優の三浦春馬さんは、直接的に占い師の星ひとみさんに鑑定を受けたわけではなく、共演の経験もありませんでした。しかし、あるファンの方が星ひとみさんの天照術を用いて、三浦さんを占った結果をツイッターに投稿し、その内容が注目を集めました。投稿によれば、三浦さんにとって、2020年は運勢が悪い時期であり、特に悪い月が6月から7月であると示されていました。そして、2020年7月18日に三浦さんは自ら命を絶ちました。星ひとみさんの天照術によると、三浦さんが亡くなった2020年7月は、
非常に運勢が悪い時期であったとされています。ベッキーさん、俳優の栗原類さんが2014年に笑っていいとも増刊号でタロット占いを行い、ベッキーさんの恋愛を占った際のことです。栗原さんはベッキーさんが2016年に結婚を意識するものの、2017年には離婚し、2018年にはベッキーさんらしい恋愛の形を見つけ、2019年には女性としての魅力が高まり、新たな恋愛を始めると予言しました。実際に2016年はベッキーさんが川谷絵音さんとの不倫騒動が発覚した年で、栗原さんはベッキーさんが結婚を望むものの、もし結婚したとしても2017年には離婚するだろうと指摘していました。そして予言通り、ベッキーさんは川谷さんと別れ、2017年からは仕事に復帰しました。ベッキーらしい恋愛の仕方を見つけるとされた2018年には片岡コーチとの交際を始め、魅力がさらに上がると言われた2019年には結婚に至っています。アイナジエンドさん、2023年3月27日に放送された突然ですが占ってもいいですかにビッシュの3人で出演した時に、アイナジエンドさんは占い師の星ひとみさんに事故る星があると不吉な予言を受けています。その予言が的中したのか、アイナさんはわずか数日後の3月30日に自身のツイッターを更新し、おでこの怪我の写真をアップし話題となりました。内側10針と外側20針の合計30針を縫うほどの大怪我だったようで、写真とともに直筆のメッセージで事故当時の状況を告白しています。おでこに大きな傷は残ってしまったものの、命に別状がなくて本当に良かったですね。宮迫博之さん、宮迫さんが2017年に不倫騒動を起こした後に行列のできる法律相談所に出演した際、ゲスト出演した占い師が2年後にまたやると発言しています。その2年後には闇営業問題が発覚してしまい、所属の吉本興業からマネジメント契約を解消されています。事実上の解雇で宮迫さんは芸能界からの引退が決定的となってしまいました。現在は YouTube で精力的に活動しています。小林真央さん、2010年に市川海老蔵さんと小林真央さんが結婚した際に、スピリチュアルセラピストのユーミレイさんが市川海老蔵さんを霊視し、自身のブログでその結果を公表しています。ユーミレイさんによれば、過去に海老蔵さんが複数の女性に相当ひどいことをしたとし、少なくとも5人の女性に恨まれていると指摘しています。そしてその女性の恨みの念は妻となった小林真央さんに向く可能性が高く、長引く病気になったりするかもしれないという、あまりにも恐ろしい霊視をしているのです。これは小林真央さんが癌を患う以前、幸せ絶頂に見えた2010年の頃に出された霊視結果だったこともあって、ネットの匿名掲示板などではあまりにも当たりすぎていて怖いと話題になりました。飯島愛さん、飯島愛さんは2007年3月に芸能界からの引退を突然宣言しました。これについて同年4月6日放送、中居正広の金曜日のスマたちへでは特集が組まれました。その日の収録には飯島さんと過去にも共演経験のある木村富士子さんもゲストとして招かれました。放送中、飯島さんは木村さんに自然と引退の相談をする流れになりました。飯島愛さんは持病である腎臓病の悪化が引退理由であると明かしていました。しかし木村富士子さんは、あなたは嘘をついていると断言し、病気で辞めるような人ではないと述べました。そして今の問題を引退せずに乗り越えれば、2から3年後には状況が良くなると思います、辞めてしまうと後悔するとアドバイスしましたが、最後にはこれ以上は言えないと言い残し、カメラから離れて飯島さんと2人で話しました。カメラから離れたところで飯島愛さんは何かを聞かされたようで、すごい、全部知ってると驚愕し、怖いから帰ると言い放ったとされています。木村さんの助言にもかかわらず、飯島愛さんは引退を決行し、宣言通り芸能界を去りました。その後2008年12月17日飯島さんは自宅マンションで不審な死を遂げました。その予期せぬ死について
木村藤子さんが何らかの予見をしていたのではないかという噂が立ちました。いかがでしたでしょうか。今回は占いが的中してしまった芸能人をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんはどのように思われましたか。コメント欄にて教えてください。この動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。